どうだ起動。いや、からきしやりげがありませんや。仕事のような気がしねえでガーサン。ああ、そうだろう。俺は親方の気鋭とがんで力いっぺい石をジャカゴに畳み込んだあの頃が一番よかったね。うん、ありがとうございます。ああ、この川で生まれてこの川で育ったんだからな。岡山千葉ってのはつれえもんだで。あの、この堤防がよ、まだコンクリートになんねえ時分、あの親方、七艘の持ち船で70人の古軍の戦闘を切って、川市の赤座といや泣くも黙ったもんだ。さあ、命を感じんかい。なんで。モンチ何やってました？寝てましたか？まだ犬はまだ帰ってなかったですか？今日休みもらえたの？ええ。後であんたんとこの店行くか。どうしたの？お姉さんが帰ってきてんだよ。お姉ちゃんが？いつ？四五日前。あら、どうしたのかしら。太一、おばさんこんにちは。こんなとこで何やってんだよ、みっともない。よしとくれ。さんちゃんも男なんかからかうと姉さんの二の前だって言われるからね。気ぃつけた方がいいよ。こんにちは、おじさん。はい、こんにちは。太一もさっさとやっちまいな。うちへ帰って聞けばわかるからね。
さんちゃん。あ、こんにちは。休みか、今日は。ええ。犬に会ったらそれ言っておいてくれ。兄ちゃん、仕事に行ってないんですか？掴むと消えちまうからな。しょうがねえ。まあ。犬にどうしても掘らして注文があるからってな。すいません、そう言っときます。頼むよ。ええ。あの妹が看護婦になる学費だってさ、あの姉が男絞った金だったんだよ。奉公先追い出されてきて、みんなの物笑いになってさ。まあ、とにかく恥をさらして帰ってきたおもんの妹と、よりによっておめえが二の前やらかしたら困るぜ。まったく。そんなことやったら私は店閉まって首くくるよ。大地だっていくらなんでもそんなことは心得てるわな、そりゃな。あんな神妙そうなふりしてたって姉の目つきそっくりだよ。よく見てごらん。おふくろが髪にしてた女だからね。娘も口と手が達者なんだよ。あ、おいで。こんにちは。暑かったろう。今氷かいてあげるから。お店どう？まだお客は大したことないけど、売り上げがぐそっとなくなるんで嫌になっちゃうんだよ。この間もおまんじゅう6つなくなったよ。近所の子？それが今とお父さんらしいんだよ。カートじゃないの、兄ちゃんも。おまんじゅうはお父さん。まあ、昔の連中に会うとさあ持ってきなってくれてやるらしいんだよ。売り上げはいいのだよ。身内にやられるんじゃ獅子心中の虫だよ。何や節の文句じゃないけど。お父さんどうしてる？相変わらず大きなこと言ってなさるだけでね。お姉ちゃん帰ってきてんの？うん。休み？暇取ったんだよ。自分から？うん。何かあったの、お寺で？お寺でなんか別に。うどん屋のおばさんが変なこと言うから。私なんて？男から買って姉さんの二の前になるなとかなんとか。男から買うとは何だ。嘘なの？姉ちゃんが男から買うと思うのかい。さあ、お上がり。時子ばあさんは近頃血の道が高じたって噂だから、そういうデタラメが脳天から出てくるんだよ。ねえ、これかけるとさっぱりしておいしいよ。ええ。これ派手だろ。もらったのよ、おふる。お姉ちゃんの？うん。私、お土産あるのよ。はい。何だい？あ、竹針じゃないの。夏はこれに限るよ。本店の丸向けだね。いい色だね、花尾が。こんな高いもの。去年から竹針が欲しいっておっかさん言ってたでしょ。すまないね、せっかく働いたお金で。お前、お店番しててくれる？ええ。種がなくなったから仕入れてこなくちゃ。兄ちゃん、姉ちゃん、お前と三人が乗ったんだからね。お客さん来やしまいと思うけど、頼むよ。ひなさん。ちょっと寄ってかない？よせよ、待ってるばっかり。ねえ、話があんのよ。
いい人ができたんじゃないのかね。うるせえな。お父ちゃん、やってみるか。バカ野郎。やつ当たるすんね。おっかいお前のしょったらが見てるとヘドが出るよ。何？もんの野郎の面見たくねえんだよ。クソ、三宅野郎にベタついてもう一遍よだれ垂らしてる夢でも見てやるんだろ。その面つきでイチャつきやがったと思うとへどもんだよ。あげくによ餌の上せり出して帰ってきやがって、あそこがいてここがいてごたく並べやがって、芋虫みたいにゴロついて人の笑い物になってりゃ世話ねえよ。無垢だが、わけのわからねえもん引き出す前によ、なんとか利口に片付けた方がいいぜ。ガキの夜泣きなんざ甘っぴらだよ。相手の野郎はな、てめえなんぞよりは10倍方利口と来てるから、喋っちまったら用のない女ってんでっぽいだ。国のところも教えねえぜ、うんともすんとも言ってこねえ白状野郎をかばって愛しがれやがってよ。こっちはまったく惚れやがったんだか抜けやがったんだか、こうすんのにアマチュアだよ。今に腹ん中のガキがどんどん太りやがってよ、次乗ってポンと飛び出た日には、世間じゃ誰も相手にしてくれるものはなしさね。早くガキ連れて東京のど真ん中でも行ってよ、どっかでゲルみてに潰れちまえ。そうにでもしなきゃ収まる代物じゃねえやってめえなんだ。お姉ちゃんがそういうことになって帰ってきたから、私と口聞いちゃいけないっていうの？うん。あのばあさん家付きだろ？お父っつぁんだって土地の模範生だったのを見込まれてきた人間だし、二人とも働く以外何にも分からしないんだよ。とにかく愛情っていう言葉だけで二人ともセンブリ飲んだような顔するし、恋愛なんて言ったら若いものどっかさらわれるような気がするんだね。自分の息子をさ、戦争で捕らえて、また養子を女に取られちゃ大変だってふうに思ってさ、あんで。あんたのお姉さんのことだけで言ってるわけでもないさ。とにかく、
あんたとろさえしっかりしてりゃ怖いもんなんか絶対ないよ。そうだろ。太一さん、自分家帰るわけにはいかないの？だって兄弟が7人もいるしね。それに親戚同士気まずくなると。みんな古いのね。お姉ちゃんだって自分のことですもの。人にそう言われる必要ないわ。田舎だからね。川の向こうはすぐ東京じゃないの。さんちゃんみたいに途中出たものはそう思うだろうけど、まだ銀座も東京駅も知らないものはたくさんいるんだよ。東京へ行けば何したって生きていかれるわ。近いじゃないの。すぐあそこじゃないの。7つの時から体で育って15で一人前の医師親になってよ、20歳で一本立ちになるまでにゃ、ジャカゴの竹のささくれで足を血だらけにして育ってきたこちとらで、目玉の中まで仕分けして伊達に川水に睨んできたんじゃありませんや。うん、そうですね。ねえ、梅雨時の腰の強い雑炊が毎日続いたって赤座親分のジャカゴとや詰める石の見張りが効いて伝統最後まで母さんに持ちこたえていたもんだい。それが近頃あれ、何でもコンクリで固めちまやって。そうなんですよ。おじさん、酒。はい。さあ、飲みな。ここだけは帳面が引くから遠慮するなよ。なあ、この川離れて、俺ら行ける空はねえからな。なんとしてもここは良い。そう思ってるんだ。さ
そうですと。親方にこち取らみてえの砂利上げの真似はさせられませんや。おい、もう一杯。はい。あら、何してんの。ねえ、どうしたの。ねえ、三号が来てんだよ。いやかましいな。打っちゃっとけよ、自分の始末もできねえなやつ。そんなこと言ったってお前。おふくろはだらしがねえから、娘までこんなざまして帰ってきやがんで。お姉ちゃんどこ行くの。どこ行くんだよ。どこへでも勝手に行けばいいんだよ。いいの、お前は言い過ぎだよ。こんなろくでもないやつ産んどいて大きな口聞くね。お前こそ仕事もしないで。物事には怒っていい時と悪い時ってあるんだよ。今もう音捕まえて怒る時じゃないんだもの。怒ってよかったらお父さんに怒ってもらえばいいんだよ。お父さんだってもう黙っていなさるんだもの。みんなも黙って静かにしてやらなきゃいけないんじゃないか。いいのよ、私がいるとみんなに迷惑をかけますから。ああそうだよ、三坊だってもうまともに嫁には行かれなくなっちまったよ。兄ちゃん、お姉ちゃんは私のために働きに出てくれたんじゃないの。私に勉強させてくれるって。なんだ、子供は黙っとろい。もうお待ち、構わないで。日が暮れたら出るつもりだったんです。だってお前、子供はどうするつもりなの。お姉ちゃん、病院の人に紹介頼んでみるから。よして、私は犬や猫じゃないのよ。弱って帰ってきた私は捨て猫か何かみたい。暇さえあれば汚いもの扱いして。もうたくさんだわ。兄さん、私は兄さんに食べさせてもらったんじゃないのよ。何、もういいよ、頼むから。自分の子ですもの、自分で育てるわよ。生きてんのよ、生きてんのよ。男なんかに分かりゃしないわ。誰が殺すもんですか。おっかさんたちにももう一切心配かけないわ。お父っつぁんだって、お父っつぁんだって、お前はお前で肩をつけろ。そんな娘の面は見るのも嫌だって言った。今さら兄さんに兄貴面をされたって頭痛がするだけで何にも答えないわよ。私の傷がついた体は私がいいようにするわ。もう一切何も人に言われることはないわ。もん、母ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、
お嫁さんかね。そうらしいよ。買わせてもらったよ。あれっぽっちで？ちょっと足したけど、さんちゃんが来るまでに始めていたいと思ってね。あ、お姉ちゃんから便りあった？お正月ちょっと来たっきり。なんかあげようか。おいしいよ。うん。何にする？ごめんください。へい、らっしゃい。ちょっとお返ししますが、赤座さんの。赤座の店はここですが。僕、小畑ですが。おもんさんは？はあ。実は僕、おもんさんのことでお話したいと思って伺ったんですが。もんは今、東京に出ておりますが。じゃあ、うちの方行っていただいて。はっ。うちの方へお連れして。私、お父っつぁん呼んでくるからね。どうぞ。ミカちゃん、お店頼むよ。うん、後でお立ちあげるからね。失礼ですが、妹さんですか？あの人が。何？学生が来ましたよ。もんちの？だから手荒なことしないでね。きっと子供の始末つけに来たんでしょ。いると思って。失れた男に見えるか？いいえ、まるで坊ちゃんです。
お上がりになって。そこじゃ話ができませんから。どうぞ。用件を手っ取り早く言っていただきましょう。あ、まだご挨拶もいたしませんで。僕、小畑です。今まで放っておいて来られた義理じゃないんですが、国の父から禁足同様に監視されて抜け出す隙がなかったものですから、どうもとんだご迷惑をおかけしてしまって。実は今日お伺いしましたのは、いろいろ費用の点や何か負担させていただこうと思いまして。気にかけてたんですが、始末は無事にしていただけたんでしょうか。あんたは自分が安心したくて来たんですかい。自分だけさっぱりすればいいと思ってやってきたのかね。 いえ始末の費用でも払ってやればいいってんですかい。 いえ僕にできることなら。子供は流産でしたよ。もうあれから破れかぶれでさ。今おもんさんはどこにいるんでしょうか。一度会って僕も謝っておきたいし、このままじゃつらいんです。さあね、一旦は連れ戻したが、今度はもう親にも所番地を知らせねえくらいだから。おばさん、これお姉ちゃんが空腹さんに言って。そう、ご苦労さん。もう今さら詫び事を聞くためにお前さんに会いたくもなかろうから、このまま引き取ってもらいましょう。おばさん、もうこんな罪作りはやめた方がいいぜ。今度はお前さんの勝ちだったがね。
いつもあんな人でして口下手で。ご飯でも上がってっていただくといいんですが。いえ。じゃあお母さん。どうもお邪魔しました。そうですか。ではもし門が帰ってきましたら、あなたのお尋ねくだすったことそう言っときます。あ、ところが分かりましたら聞いておいてください。それからこれはほんの少しなんですが、どうか。何でございますか。いえ、少しで恥ずかしいんですが。え、そんなことしていただいちゃ。いや、お小遣いにでも。どうか。いけません、そりゃ。お願いです。どうかこれだけは受け取ってください。本当に少しで何の足しにもならないでしょうが、せめて僕の気持ちだけは汲んで、どうか収めてください。お願い。じゃあどうも。ちょっとお待ちになって。きれいな花ですね。こんなもの上がれるかどうですか。どうもすいません。いただいてきます。あんたおいくつですか。あ、24になったところです。じゃあ門とは一つ違いで。僕の住所です。お母さんに渡してください。来たら渡します。あの子も時々変わって歩くらしいんで、また来るからいいなんてそういったまま知らせもしないんですよ。じゃあもしお会いになったら。はい。ちょっと、俺は門の兄だ。あんたに話したいことがあるんだ。そこまで来ておくんだね。
その後門に会いましたか。いえ会いません。ふん、会わねえまんまですかい。おめえさん、妹をおもちゃにしといて、俺たち一家を散々な目に遭わしたわ。それでよくうち来られたもんだな。もうはね、俺は子供の時抱いて一緒に寝たり、毎晩夜中に小便に起こして、土間が暗いからついてってやったもんだ。もんちゃん、まるっきり赤ん坊の自分からいつも俺がおんぶしてよ。しまいには門のこもりをしないと遊びに出る気はしなかったんだ。門の17ぐらいの時まで俺は門の顔を見ない日は一日経ってなかったんだよ。門と飯食わねえ日は一日もなかったんだ。門と俺はまるで兄弟よりかもっと仲良かったんだ。てめえの子を腹の中に持って帰ってきやった時には俺は門をいじめてしまいには犬畜生みたいに汚がってやったんだ。みんな俺を憎んで門につくようになったよ。俺はそれでいいと思ってたんだ。出なかったら門はみんなから邪魔者にされて生きていけねえだろうと思ったんだ。てめえはいつかきっと訪ねてくると俺は見抜いてたからな。その時にはてめえに俺とモンチがそんなにも仲のいい兄弟だってことを知らせてやりたかったんだ。てめえはただの小説っ子だから、やるだけのことをやっちまったら妊婦不正の娘なんぞに用はねえだろう。うちはしまいなんでもねえだろ。だがそうはうまくうちの親父みてえにきれいにてめえを返してやることはできねえんだ。てめえはただ謝りに来ただけか。謝りにいるほか僕としてはもうあのまま撃ち合っとくつもりか。あったら二人で何とか相談するつもりです。一緒になる気か。そうなるかもしれません。さあ付き合え。そんな乱暴しなくてって口で言えば。何てめえみたいなやつはどんな色目にあったって効き目がねえぐらい分かってるんだよ。もんのこと考えたらこれぐらいのことは我慢しろ。もう昔のもんじゃねえんだぞ。てめえみたいな野郎と一緒になろうなんて考えてみねえんだ。あいつはあんな自堕落な女になっちまったが心は前よりしっかりしてるんだ。てめえが口説き落とした生娘らしいものはどこを探したってもんねえんだよ。もうはそんな娘らしいものはもうすっかりなくしてるんだ。てめえがみんなそうさせたんだ。てめえさえ出ないしなかったらもうあんな女になりゃしなかったんだよ。二度ともう来るな。あいつはまた泣かしたり騙したりおもちゃにしねえってことを約束しろ。僕は悪いんです。何と言われても仕方がないんです。俺は門の兄なんだ。おめえも妹を持ってたら俺のしたことぐらいは分かんなはずだ。いやけれども。じゃあ。バスはこの先を左へ行くんだぜ。
いないんですよ。しょうがねえな。本当にね。さんちゃん。ねえ、一緒に東京で働こう。ぐずぐずしてると俺も抜け出さなくなっちまう。引き抜き出るまで勝手に決められちゃって。こんなことしたらもう、俺は身動きできなくなってしまう。急にそんなこと言ったって。ねえ、このまま行っちまおう。何したって食っていけるよ。だって。東京行ってから考えよう。ここにいたら君と一緒になんか到底ならっこない。俺は何もかも捨てるよ。でも。サンちゃん、いつか何て言った？東京行けば。だって黙って行っちゃうわけには。じゃあ川町の停留所で待ってるから、後からすぐ来て。ね。いいね。じゃあ待ってるよ。いいね。サイツさん。なかったね。お腹空いたろ。なんか食べたかい。誰か来た？うん。今日はゆっくりしてからやるの。そうね。どうかしたの？うん。何しに来たの？謝って言ったよ。ただそれだけ？とても恐縮して気の毒なくらい。うち行ってるかい？ねえおっかさん、今日私早く帰らなくちゃ。あら、そんなに忙しいの？ええ、ちょっとおっかさんの顔見に来ただけなのよ。そうかい、叱られてもいけないからね。じゃあまたゆっくり。気をつけてね。さよなら。さよなら。駅まで2枚。はい。ありがとうございました。今頃うちじゃ大騒ぎしてるよ。
ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。知ってる人？ええ、誰かに見られるといけないからあっちで待ってて。切符は？私買ってくるわ。電車まだ？なんだい、どうしたの？太一さん、私やっぱり一人で帰るわ。どうしてそんなこと言うの？ねえ、怒らないでね。こんなことして東京行ったってすぐ明日から目的も何もないんですもん。宿屋に行ったってどうせ幾日いられるもんでもないし、捜索願いで捕まって騒ぎを大きくするだけじゃないかと思うのよ。今になって何言い出すんだよ。とにかく行こう。ねえ、お願い、もっとよく考えて。やだよそんな。ねえ、私たちさえしっかりしてればきっとその時期が来るわ。そんなことぐらい切り抜けられるわ。まだ私たちこんなことする時じゃないわ。早いわ。まだ何もできやしないんですもん。もっとお互いが自信が持ってるようになるまで。俺と一緒に行くのが嫌になったの？わからないの？私の言ってることが。ねえ、考えて。考えてあげくじゃないか。とにかく行こう。いや、あんたはただ逃げ出せばいいって言うけど、大勢の前だって、なぜみんなの前で俺は嫌だって一言言えないのよ。言ったって始まらないよ。行くじなし、行くじなしよ。さんちゃん、私が本当に好きだったら帰ってみんなにそう言って。他の娘は断ります。さんがいけないなら養子の縁を切ってください。そのくらいの勇気がないなら男じゃないわ。行くわ。私さんちゃん、行けない、来ちゃいけないわ。さんちゃん、ありがとうございました。こんにちは。へえ、こんにちは。
帰れ。なんだ、さんちゃん。変な道から来たわね。お店やったの？うん。おっかさんいた？お父っつぁんが寝てたよ。お父っつぁんが店番？ちゃんにも随分会わなかったね。痩せたね、少し。顔は長くなった。私、うん、そう、大人になったんだよ。やだよ、照れたり。ああ、年取ったね。感激を失っちゃってるよ。こんにちは。ご無沙汰しました。へえ、おいでなさい。きっとお盆には二人とも来てくれるだろうと思ってさ、夕べから小豆をつけて支度してたんだよ。そう、三ちゃんまで来なかったんだって。そうなんだよ。へえ、この親孝行が
産婆のお免状取るんでお休みでも勉強しなきゃいけないって言ってきたからさ、うん、それも結構だと思ってさ、まあしっかりやってちょうだい。あ、暑い。暑かったろ。お姉ちゃんどこで会ったの？そこで。うん、ちょっと産婆屋にお嫁さんが来たわね。さっきちらっと見たけど。それがね、ひとえもんの時期だっていうね、みんな合わせを着てさ、秋まで待たずに。慌てもんだからね、あのばあさん。お嫁さんなんか口綿だよ。時子ばあさんも二枚重ねを着てさ、帯の下が汗もだらけで、風呂へ入ると一月ぐらいやめたとさ。つまんない話がつかまんのね、相変わらず。そうなんだよ。あ、この前小畑って人来たよ。小畑？へえ、いつ？さあもう三月になるかね。姉さんちゃん。ええ、何しに来たの？一旦これ住所だって。へえ。謝り方々来たって。お父っつぁん会ったの？うん。なんて言ってた？お父っつぁん、うん、別に普通に話してた。割と穏やかに。お父っつぁんとしたら珍しいくらい、おばたさんおばたさんってさん付けでね。今にてめえなんて言い出しはしないかと思って、ずいぶんヒヤヒヤしたんだけど、紳士的に優しく話してましたよ。どう？悪かったわね。あの人もう来なくてもよかったのに。井上さんと会わなかった？うん、会わなかった。ああよかった。うるさいからね。何出すか分かりゃしないの。ちょうどいなかったよ、うん、ちょっといい男じゃない？おっかさん。何が？あの人さ、バカくさい。子供まで背負い込ました男まで褒めるなんて、いい加減にするがいい。たくさんだよ、もう。おっかさん、これお土産かい？私のもあんだよ。これなんだ？浴衣よ。サンタンもあるよ。サンちゃん洋服の方がいいんだろ。ただそれ。私にも、うん、はい。こんなにめいめいにしなくてもいいのに。あ、お茶入れてなかったね。うん、水はいいわ、お母さん。うちの井戸水天下一品だから。どこ行ったってこんなうまい水ないわ。そうかい、水ならいくらでもあるよ。お前、お母さんの古い浴衣があるから着替えたら。ええ、それワンピースがかわいいね。かわいいなんて。あら、何が？だって私も子供っぽいなりなんか。へえ、男でもできたのかい。まあお姉ちゃんみたいにそうずけずけ、そんな男の人のことばかり考えてられないわ。勉強もあるし、結婚が人生の目的じゃないんですもの。ヒヤヒヤ。だって生きるってことが第一でしょ。生きる？うん、深刻だね。とにかく姉ちゃんの経験では男なんてみんな汚いもんさ。姉ちゃんみたいなすれっからしになると、こっちから男を喜ばしてやってお腹の中で面白がってるぐらいのゲートはやるけどさ、それを教えたのは男だからね、みんな。今度は本物だって
何度そう思ったか知れないけど、みんな同じ。しまいには警戒する根気もなくなっちゃうもんでね。ねえお姉ちゃん、小畑っていう人どこが良かったの？あら、ご挨拶だわね。私もっといい人だってきっといると思うわ。そうね、そりゃいるだろうさ。世の中って広いんですもん。そりゃ様子のいいのもいたけど、いい男すぎるのもキザだしね。気前がよくってもガサガサしてたり、どこもかしこもちょうどいいっていうのはあの男だけよ。だけど今小畑が来たって一緒になんかなってやらないわ。好きなのは考えてる時だけ。今会ったって私にはもう生ぬるい男になってるもん。はい、冷たいよ。スイカが冷えてるから切ってあげるからね。精が出るな。怠け者の節句働きでね。まあお稼ぎなさい。そちらこそ書き入れで。いやこれは。おめえ飯に行ってきたらどうだ。ねえ親方、頼む。今日お伏せなしや励みやすかね。またか。お姉ちゃん本当に寝ちゃったわ。そっとしときな、今に覚めるから。青筋あんなに立てて寝たりないんだろ毎日。お前も気をつけてくれよ。何を？いつかさんちゃんを駅で見たって人があるから。あそこもお嫁さんをもらったし、あれであの養子もよかったよ。でも急だったね決まるのが。まださんちゃんは早いよね。私もう少ししっかりした人だと思ってたけど。失礼したの？起きてたのかい。未練なんか持つんじゃないよ。相手が欲しきゃ吐いて捨てるほどいるからね。姉ちゃんが今にいい人を見つけてあげるよ。ねえおっかさん、あの小畑さんって人ね、帰りにバスの中でおまんじゅうパクパクやってるの見ちゃった。うちであげたおまんじゅう？子供みたいだね。こんにちは兄ちゃん。今日も仕事？どうも邪魔とねえよ。なんでまた帰ってきやがったのか。こんだけ話あるねえし、ごたごた枕元に並べやって。お昼これでいいだろ。ああ、晩にごちそうするからね。もんちゃんもおいで。さっさと帰って泥臭い人足ども相手に騒いだほうがいいぜ。こう見えてもここは片人のうちだからな。うちの中の風に悪くしてもらいたくねえもんだよ。いいの。いくらやっつけたって性根が治るなんてそんな生優しい代物じゃねえんだから。もういいよ。兄ちゃん、お姉ちゃん久しぶりに来たんだから。横から口出すだけバカ見るぞこんなやつ。お前これいい柄だろ。もんのお土産だよ。んなもん欲しきゃ俺はいくらでも買ってやるよ。お前のだよ。バカにするね。汚い金で買ってもらって俺が喜んできてやるべるけ。まともな働きのできねえうちはこのうち出入りなんかしてもらいたくねえもんで。
静かにして、みんな大上がりよ。お姉ちゃん、食べましょう。いいかい？ちょっと中入りだよ。何？中入りって。休憩。寄席の中休みに幕を引くだろ。中入りだから、余興は中止だよ。もうお茶漬け持ってこようか。いらねえよ、まくまねえ。すんじまったこと、いつまでも。何がすんじまったんだよ。こないだの野郎だって来られた筋じゃねえんだぞ。大体おっかが舐められてるから、池涼しく乗り込んできやんで。お前、会ったの？小畑さんに。ああ、会ったよ。どこで？つけてってやったんだよ、来るところ。それでどうしたの？何をしたの？蹴飛ばしてやったよ。金やねえと思って手出しはしなかったぜ。胸はスッとしたね。ちょっともう一度言ってごらん。半殺しにしてやったさ。バカ野郎！もう誰しもしない人を半殺しにした？誰がお前にそんなことをしてくれと頼んだ？なぜそんな卑怯なことをするんだよ！え？一体何の関わりがお前とあの人にあるんだよ。もう私の体を私が勝手にあの人にやったからって、なんでお前がごたくへ必要があるんだ。何？やめて。誰がお前に半殺しにしてくれと頼んだんだ。卑怯者、畜生。この危険山。やめて。いいの？やめて。出しゃばりだぞ。あっ、チキショーいいの？やめてくれ。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 小便臭い女を引っ掛けてるやつだ。はばかりながら門は違う女なんだ。お前のご託通りに、いや、私は陰梅同様の飲んだくれの堕落女だ。このままじゃ嫁にも行けない山連れ女だ。親に所任せられない女の数だ。そうだよ。だからって一度許した男、手出しのできない弱みにつけ込んで半殺しにするようなやつ、兄貴だって誰だって黙って聞いちゃいられないんだ。何？人間！もう医者の小僧、お前それでも男か？門の兄貴ってやつはそんな卑怯な人間だってことをあの男の前にすっかりさらけ出しやがって。へっ、脳なし野郎こいつ。なんてこと言うんだね。近所もあるのにお母さんは黙ってて、こんな弱い者いじめする兄貴だとは思わなかった。こんな奴に兄貴出されてたまるもんか。まだぶたれてねえのか。おう、ぶち上がれ。ぶちたきよそ、もっとぶち上がれ。よしな、ひょろすけ。女一匹がてめえなどのげんこつで気持ちが変わると思うのは大間違いだ。そんなことはガキの昔のこった。泥臭い田舎にうろついてるお前なんぞに、私が何をしてるかわかるもんか。わかるもんか。まだ言えるのか。兄ちゃん、何しとくれ。どっちもどっちだ。サボちゃん、サボちゃん。いい加減にこの家から出てきてくれ。
前はまあ大変な女におなりだね。おっかさん、心配しなくてもいいのよ。御所だか固い暮らしをして女らしくなっとくれ。あれじゃまるで兄さん以上じゃないか。私、おっかさんが考えてるほどひどい女になってやしないわ。だけど私もうダメな女よ。あんまり飲むのよしよ。お姉ちゃん行ってきます。うん。次のバスまで歩くのかね。暑いね。
て。もう当分私一生懸命働かなくちゃ。ああこれでまた。今度いつ来るのお姉ちゃん。さあおっかさんたちの顔でも見たくなったら。嫌な兄貴だけどあんな顔でも見たくなる時があるからね。お姉ちゃん元気でね。うん。